初体験は二十歳の時で、当時マンションで一人暮らししてたので、うちでした。で、その時の人は彼氏でした。最初はもうただ痛いだけでしたね。向こうも初。なんだったら、なんか一回目の時は、向こうが、なんか入れる前に、なんか、なんだろう、緊張しすぎて立たなくなっちゃって、で、リベンジして二回目にちゃんとやったみたいな感じでした。え、いつ？うちは高1だ。高1の終わりとか、あ、ね、そこら辺か。高1の終わりとか、ね、どこでやって、渋谷のネカフェ渋谷のネカフェでアプリで知り合って、某通アプリアプリかよ、そこでも。え、付き合ってないっしょ。うん、ただやっただけ、お互い童貞少女だったからやって、あ、これがいや、そう、前の彼氏とディズニーの前日、ディズニー近くのホテルで泊まってやって、ディズニー行くって。それが初めてです。初体験は15で、自分の家でして、彼氏と下手くそすぎてめっちゃ痛かった。普通にノーマルだったから。確か相手はめっちゃやってたみたいなこと言ってたくせに、めっちゃ下手。大学1年第1で、普通にワンナイト的な感じだった気がする。ホテルでもどうだったかは覚えてない。私は高校3年生の頃に幼馴染みやっちゃダメだけど、宅飲みしてて、コロエとか飲んでて、そのままの勢いで、お兄ちゃんっぽい人の家で、下にお母さんとかいる中で、出た。覚えてない。前の彼氏なんですけど、先の彼氏で、私それで初めてで、うん、あ、でも私も初めてで、あっちも初めてだったから、難しかったなっていう、普通に怖い、怖い、そう、めっちゃ怖かった。私はなんか大丈夫かなって、うん、でも痛かったなっていう感じです。チャンネル登録お願いします。お願いします。